半七捕物帳、三つの声、岡本喜道。一。芝田町のイカケア小五郎が川崎の厄除け大師へ参詣すると言って家を出たのは、元治元年3月21日の明け方であった。もちろん、日帰りの予定であったから、彼は七つ、午前四時ごろから飛び起きて身支度をして、春の朝のまだ明けきらないうちに出て行ったのである。正五郎のうちは、女房の奥二と小僧の杉八との三人暮らしで、主人が川崎参りに出た以上、今日は商売も休み同様である。ことに、七つを少し過ぎたばかりであるから、表もまだ暗い。これからすぐに起きては早いと思ったのと、主人の留守に、いくらか楽寝するつもりであったのとで、正五郎がわらじを履いて出るのを見送って、女房は表の戸を閉めた。女房は茶の間の六畳に、小僧は台所の脇の三畳に寝ることになっているので、二人は再びめいめいの寝床に潜り込んで、暖かい春の暁の眠りをむさぼっていると、やがて表の戸を軽く叩くものがあった。翔さん、翔さん。これに夢を破られて、奥には寝床の中から寝ぼけた声で答えた。うちの人はもう出ましたよ。外ではそれぎり何も言わなかった。彼を怪しむらしい町内の犬の声もだんだんに遠くなって、表はひっそりと静まった。奥にはまた眠ってしまったので、それからどのくらいの時間が過ぎたか知らないが、再び表の戸を叩く音が聞こえた。おい、おい。今度は奥には目を覚まさなかった。二三度も続けて叩く音に小僧の継ぎ鉢がようやく起きたが、彼も夢とうつつの境にあるような寝ぼけた声で寝床の中から聞いた。誰ですえ？俺だ俺だ。平行は来なかったか。それが親方の正五郎の声であると知って、継ぎ鉢はすぐに答えた。平さんは来ませんよ。外では、そうかと小声で言ったらしかったが、それぎりで黙ってしまった。眠り盛りの継ぎ鉢はもちろんすぐにまた眠ったかと思うと、間もなくまたもや戸を叩く音が聞こえた。今度は叩き方がやや強かったので、奥にも継ぎ鉢も同時に目を覚ました。おかみさん、おかみさんと外では呼んだ。誰？父さんですかえと奥には聞いた。翔さんはどうしました？もうさっき出ましたよ。はてね、会いませんかえ？さっき出たのなら会いそうなものだが、と外では考えているらしかった。大木戸で待ち合わせる約束でしょうと、奥には言った。それが合わねえ。不思議だな。平さんに会いましたか？平行にも合わねえ。あいつもどうしたのかな？床の中で挨拶もしていられなくなって、奥には寝巻きのまま起きて出た。奥には今年23の若い女房で、子供がないだけに年よりもさらに若く見えた。表の戸を開けて彼女がそのあだめいた寝乱れ姿を現したときに、往来はもう薄明るくなっていたので、表に立っている男の顔は朝の光に照らされていた。彼は隣町に住んでいる建具屋の藤次郎で、茶飯に朝裏草履という足ごしらえをしていた。
兵さんにも会わず、うちの人にも会わず、みんなは一体どうしたんでしょうね、と、おくには少し不安らしく言った。まさかおいら一人を置き去りにして行ってしまったわけでもあるねえが、と、藤次郎も首をかしげていた。いかけ屋の正五郎は、隣町の藤次郎と、老月町の平七と三人連れで、今日は川崎の大志河原へ日帰りで参詣に行く約束をして、互いに誘い歩いているのは面倒であるから、七つ半までに高輪の大木戸へ行って待ち合わせるということになっていたのである。その三人のうちで、藤次郎が一番先に出て行ったらしく、大木戸のあたりに他の二人の姿がまだ見えないので、しばらくそこらに待ち合わせていたが、海端の朝は早く明けて、東海道の入り口に往来の人影もだんだんに茂くなる頃まで、正五郎も来ない、平七も見えないので、藤次郎も不思議に思った。病気その他の故障が起こったとしても、二人揃って医薬するのはおかしい。21日は大師の縁日であるから、その日を間違えるはずもない。ともかくも引っ返して本人たちの家を訪ねてみようと思って、まず手近の正五郎の角を叩いたのであった。それを聞いて、奥にはいよいよ不安を感じた。亭主の正五郎は、とうに身支度をして出て行ったのである。高輪の海辺はまっすぐの一筋道であるから、迷うはずもなければ、行き違いになるはずもない。ことに正五郎ばかりでなく、平七までが姿を見せないというのは不思議である。亭主が出て行った後で表の戸を叩いた男の声は、平七であるらしく思われたのに、それも約束の場所へは行き着かないらしい。一筋道で三人出会わないのは不思議である。どうしたんでしょうね、と奥には眉の後の青い額をしわめた。なんぼなんでもお前さん一人を置き去りにしていくようなことはないでしょう。と思うのだが、と、藤次郎はまた考えていた。平行は確かに来たんだね。私も奥に寝ていたので顔を見たのじゃありませんけれど、どうも平さんの声のようでしたよ。それから親方も一度帰ってきましたよ、と杉八が口を出した。あら、親方も帰ってきたの。それは、お国にも初耳であった。私も出てみやしませんけれど、親方の声で、兵さんは来なかったかと聞きましたから、来ませんと言ったら、それっきりで言ってしまいました、と、杉八は説明した。そうすると、兵さんとうちの人とは、どこかで行き違いになったんだろうね、と、お国は言った。それがまた、どこかで出会って、いっそ二人で行ってしまおうということになったのかなと、藤次郎は、やや不満らしく言った。そんな義理の悪いことをするはずはないんですがね、と、奥には藤次郎に対して気の毒そうに言った。兵さんだって、うちの人だって、あれほど約束しておきながら、お前さんを置き去りにしていくなんて。いつまでも同じことを繰り返していても果てしがないので、藤次郎は念のためにもう一度大木戸まで引き返してみることになった。この押し問答のうちに、近所のうちでもだんだんに店を開け始めたので、奥にはもう寝てはいられなくなって、杉八と一緒に店の戸を開け放した。奥には、寝道具を片付ける。杉八は表を吐く。その間にも一種の不安がお国の胸を曇らせた。平七はともあれ、
普段から義理がたい太刀の正五郎が約束の道連れを置き去りにして行くはずがない。これには何かの司祭がなければならないと彼女は思った。正さんはどうしましたえと、平七がぼんやりした顔で尋ねてきた。あら、平さん、お前さん、今までどこにいたの？と、おくにはすぐに聞いた。うちの人に会いましたかえ？いや、翔さんにも父さんにも会わねえ。さっきこの戸を叩いて、うちの人を呼んだのはお前さんでしょ？と、平次はうなずいた。出がけにここの角を叩いたら、翔さんはもう出たというから、すぐに大木戸へ行ってみると、まだ誰も来ていねえのさ。夜は明けねえし、犬は吠えやがる。往来中に突っ立っているのも気が利かねえから、海端の空き茶屋の吉津の中へ入って、積んである将棋を下ろして腰をかけているうちに、今朝は珍しく早起きをしたせいか、なんだかうとうとと薄ら眠くなってきたので、将棋の上へ横になって、ついトロトロと寝込んでしまった。そのうちに世間が騒々しくなってきたので目を覚ますと、もう夜は明けている。隣近所の茶屋では店を開け始める。驚いて早々に飛び出したが、翔さんも父さんも見えねえ。こいつは寝ている間に置き去りを食ったのかと、ともかくもこっちへ聞き合わせに来たわけさ。いや、とんだ大しくじりをやってしまった。藤次郎とは違って、彼はもう置き去りを覚悟しているらしかった。それが大違い。父さんも今ここへ訪ねてきたんですよ。お国から異彩の話を聞かされて、平七は狐に化かされたような顔をしていた。そこへ藤次郎がまた引っ返してきて、正五郎の姿はどうしても見つからないと言った。今までは二人に置き去りを食ったかと内々は恨んでいたが、平さんがこうしているのを見るとそうでもないらしい。まさかに正さん一人で行きゃしめえと、藤次郎も不思議そうにため息をついた。そうですとも、うちの人一人で出かけて行く道理がありませんわ。本当にどうしたんでしょうね。不安がいよいよ募って、奥には泣き声になった。2。その日の夕方に、イカケヤ正五郎の死体が芝浦の沖に浮き上がった。剣士の役人が出張って、刀のごとく取り調べると、正五郎の体には、何の傷跡も見出されなかった。死体を投げ込んだのでないことは、彼がしたたかに塩水を飲んでいるのを見ても容易に察せられた。大師参りに行くのであるから、元より大金を所持しているはずもなかったが、一朱銀五つと小銭少しばかりを入れてある紙入れは、筒がなくその懐に残っていて、他には何も紛失物はないと、女房の奥には申し立てた。前後の事情によって判断すると、三人のうちでも、正五郎が真っ先に約束の場所へ行き着いたらしい。他の道連れを待つ間、彼は海岸の石垣にでも腰をかけていて、誤って転げ落ちたのか、あるいは石段を降りていって、薄暗い水の上で寝ぼけた顔でも洗い直しているときに誤って滑り込んだのか。おそらく二つに一つであろう。その後へ平七が来て、誰もまだ来ていないのを見て、空き茶屋の吉津の中へ入って寝込んでしまった。またその後へ藤次郎が来て、自分は置き去りを食ったのかと疑って、正五郎の家へ聞き合わせに行った。係役人は
まずこういう意見で、庄五郎の死骸は滞りなく女房に引き渡された。その死骸に何の傷もなく、何の紛失物もないのを見れば、奥にもそう考えるより他はなかった。それから二日目のやつ、午後二時ごろに庄五郎の弔いは、三田の菩提寺で営まれた。藤次郎は普段からの懇意でもあるので、通夜はもちろん、今日の弔いにも世主側と一緒になっていろいろの手伝いをした。平七は庄五郎と同職で、しかもいとこ同士であるので、無論に昼夜爪切りで働いた。庄五郎は28歳を一期として世を去ったが、いとこの平七の他にこれぞという親戚はなかった。奥にも浅草に一人のおばを持っているだけで、そのおばが来て何かの世話を焼いていた。歳も若し、子供もなし、ことに女にはできない商売であるから、小僧の継ぎ八は平七の方に頼んで、奥には夫の35日の住むのを待って、所帯を畳んで、ひとまず浅草のおばのうちへ引き取られるということになっていた。お国さんは器量もよし、人間もバカでないから、どこへでも立派に菜園ができると近所でも噂していた。4月10日の小雨の降る宵であった。道庁の往来で二人の男が喧嘩を始めた。最初は番傘で叩き合っていたが、しまいには獲物を投げ捨てて釘打ちになった。まだ酔いの口のことであるので、近所の者もそれを見つけて2、3人がその仲裁に駆け出すと、その男は平七と藤次郎であった。俺は庄五郎の親類だ。死んだ後の世話をするのに不思議があるかと平七は言った。てめえこそ他人のくせに余計な世話を焼くな。俺は他人でも、庄五郎とは普段から兄弟同様にしていたんだから、その後の世話をしてやるのが義理人情というものだ。本来ならば、てめえもお国さんと一緒になって、どうもご親切にありがとうございますと、俺に礼を言うのが本当だと、藤次郎は言った。べらぼうめ、誰がうぬらに礼を言うやつがあるか、と平七はまた怒鳴った。この悶着は、お国という若御家を中心として渦巻き起こったらしい。平七は、お国と同い年の23歳で、まだ一人者である。藤次郎は27歳で、これも女房におととし死に別れて、今は男やもめである。一方は、先夫といとこ同士。一方は、先夫の親しい友達というのであるから、その亡き後の面倒を見てやるのは、むしろ当然の義理ではあるが、器量の良い若御家に対して、二人の若い男があまり立ち入って世話を焼きすぎるというのが、この頃は近所の噂にも上っていた。その二人が今夜もお国のうちで落ち合って、その帰り道に、往来中でつかみ合いを始めたのであるから、喧嘩の司祭の大方は想像されるので、仲裁に出る人たちも、まずいい加減になだめていると、暗い中から不意に一人の男が出てきた。おい、二人ともそこまで来てくれ。どこへ行くんですと、藤次郎は聞いた。番屋までちょいと来てくれ。番屋と聞いて二人は少し驚いたが、相手がただの人らしくないと悟ったので、そのまま素直に町内の地震番へ引っ立てられていった。高輪には伊豆屋弥平といういい顔のおかっぴきがあって、今はそのせがれが二代目を継いでいる。
平七と藤次郎を引っ立てて行ったのは、その子分の須磨吉という男であった。一人は見かけ職の平七、一人は建具屋の藤次郎、それに相違あるめえなと、須磨吉はまず念を押した。てめえたちは雨の降る最中に、泥だらけになって何を騒いでいるんだ。へえ、お互いに気が早いもんですから、つまらないことで喧嘩を始めました。お手数をかけまして、相すみませんと、年上だけに藤次郎が先に答えた。いや、喧嘩の筋も大抵わかっている。これ、平七、貴様は3月21日の朝、いかけ屋の正五郎と一緒に川崎へ行く約束をしたそうだな。へえ、この藤次郎と三人で行く約束をしたのだそうだが、その朝は貴様が一番先に行っていたな。いえ、出がけに正五郎の家へ声をかけましたら、もう出て行ったということでございました。嘘をつけと、須磨吉は暗道の前で睨みつけた。貴様は先に行っていて、それから引っ返して家へ行ったのだろう。まっすぐに言え。いえ、出がけに寄ったのでございます。須磨吉は下打ちした。いやいやい、つまらねえ手数をかけるな。何でも話は早いがいい。貴様は、正五郎の女房のお国という女に惚れているのだろう。平七はもちろん、藤次郎も一緒にうつむいてしまった。二人の脇の下に冷たい汗が流れているらしかった。俺はまだ知っていると、須磨吉は畳みかけていった。貴様はこの正月ごろ、町内の湯屋の番頭とお国の噂をして、あの女に亭主がなければなぁと言ったそうだが、本当か。身に覚えがあると見えて、平七はやはりうつむいたままで黙っていると、須磨吉は勝ち誇ったように笑った。もういい。あとは親分や旦那が来て調べる。平七は六畳の板の間へ投げ込まれて、真ん中の太い柱にくくりつけられた。藤次郎は、御用があったらば、また呼び出すというので、一旦無事に返された。三。それから三日ほど後に、芝の愛宕下で湯屋をしている熊蔵が、神田三河町の半七の道へ顔を出した。熊蔵が半七の子分であることは、読者も知っているはずである。ゆやくま、久しく見えなかったな。かかあでもまた寝込んだのか、と、ちょうど昼飯を食っていた半七は言った。何、わしが飲みすぎて少し腹を壊してね、と、熊蔵は頭をかいていた。時に、あの高輪の一件、あいつは惜しいことをしました。わしもちっと聞き込んでいたんですが、今も言う通り、体を悪くしてぐずぐずしている間に、伊豆屋の綱吉に引き上げられてしまいました。うん。いかけ屋の一件か。俺もその話は聞いたが、なんと言っても伊豆屋の縄張り打ちだから、線を越されるのは当たり前だ、と言いかけて半七は、少し考えていた。だが、実はまだ俺の腑に落ちねえところがある。おめえはあの一件をよく知っているのか？一通りは知っていますよ。老月町の見かけ屋の平七、そいつが下手人として挙げられたようだが、白状したのか？強情なやつで、なかなか素直に口を開かねえそうですが、伊豆屋も旦那方も同じ見込みで、もう大番屋へ送り込んだということです。熊蔵の説明によると、平七がいかに強情を張っても、彼は
無垢の白地で戻されてきそうもないというのである。彼が庄五郎の女房を奥にに惚れていて、あの女に亭主がなければと口走ったのは事実で、それには証人もあり、当人自身も認めている。庄五郎が死んだ後に、いとこ同士とは言いながら、彼が何から何まで身に引き受けて世話をしているばかりか、まだ35日も済まないうちに、お国のおばを訪ねて行って、お国も今から御家を立て通すわけにもいくまいと言った。そうして、どうせ再縁するならば、気心の知れないところへ行くよりも、いっそ、親類か同商売のうちへ行った方がよかろうなどと言った。それから考えても、彼があくまでもお国に思いをかけていることは明白である。当日の朝、庄五郎が出て行った後で、彼がその角を叩いたのは、その半席をくらまそうがためである。実は、庄五郎よりも一足先に行っていて、後から来た庄五郎を何かの機械で海へ突き落としておいて、さらに引っ返してきてその角を叩いて、これから出かけて行くように装ったものであろうと認められた。その人殺しの目的は言うまでもなく、亭主を葬ってその女房を奪おうとするにあることは、あの女に亭主がなければと、彼がかつて口走った事実によって明らかに証拠立てられている。ことにその朝、彼は約束の場所に待ち合わせていないで、空き茶屋の湯静の中に寝込んでしまったなどと曖昧なことを申し立てているのも、ますます彼の疑いを強める材料となった。元来この事件は、さのみ重大にも認められず、最初の検視では単に庄五郎自身の過ちで海中に転げ込んだものとして、至極手軽く済んでしまったのであるが、ここを縄張りとする伊豆屋の一家では、そのままに見過ごさないで、一の子分の妻吉が主として探索の末に、かの平七が奥義に弁護していて、亭主がなければと冗談のように言ったことを探り出したのが手がかりに、だんだんに探索を進めて、ついに平七を引き上げるまでに至ったのは、さすがに伊豆屋の腕前であると熊蔵は言った。その話を聞いて半七はまた考えていた。なるほど。それで大抵わかった。そこで、平七がまず庄五郎を殺しておいて、それから引っ返してきて、庄五郎の内元を叩いて、自分はこれから行くように見せかけた。その段取りはわかっているが、聞けば、平七が戸を叩いて行った後で、亭主の庄五郎が帰ってきて声をかけたというじゃねえか。平七が殺してしまったものならば、その後へ庄五郎が帰ってきそうもねえものが、まさか幽霊でもあるね。いや、わしも初めはそう思ったが、後で聞いてみるとつまらねえ話さ、と、熊蔵は笑いながら説明した。だんだん調べると、それは藤次郎というやつの冗談だそうですよ。冗談だ？ええ。三人の中では、建具職の藤次郎というやつが一番後から出てきたんです。そいつが冗談半分に、庄五郎の声色を使って、いかけ屋の角を叩くと、女房は寝入っていて、小僧が返事をした。女房だったならば、何かからかうつもりだったかもしれねえが、小僧じゃ仕方がねえので、藤次郎もそのまま行ってしまったんだそうですよ。それは当人の白状だから、間違いはありますね。こんなつまらねえ冗談をする奴があるので、時々に探索もこじれるんですね。そこで熊、面倒でもその高輪の一件を
もう一度はじめからすっかり詳しく話してくれ、と、半七は言った。まだ腑に落ちねえことがありますかえ。気乗りのしないような顔をして熊蔵がぽつりぽつり話し出すのを、半七は薄く目を閉じて黙って聞いてしまった。いや、ご苦労。俺はこれから少し用があるから、今日はもう帰ってくれ。ひょっとすると、明日はお前の家へ訪ねて行くかもしれねえから、家を開けねえで待っていてくれ。はい、用がす。熊蔵を返した後で、半七は流し鉢の前に、ただ一人座っていた。最初に鋳掛け屋の戸を叩いて、翔さん翔さんと呼んだのは、今度の下手人と目指されている平七の声である。次に、鋳掛け屋の戸を叩いて、平さんは来なかったかと呼んだのは、亭主の翔五郎の声で、実は藤次郎の声色だというのである。最後に戸を叩いて、おかみさんおかみさんと呼んだのは、藤次郎の声である。この三つの声について、半七はいろいろ考えさせられた。おいおせん、と、彼はやがて女房を呼んだ。ちょいと出てくるから着物を出してくれ。これからどこへ出かけるの？熊のところまで行ってくる。明日と約束したのだが、思いついたら早い方がいい。この頃は日が長いから。まったく、この頃の日は長い。半七が神田の家を出たのは、もう七つ。午後四時に近い頃であったが、初夏の大空は、まだ青々と明るく光っていた。表には、金魚を売る声が聞こえた。愛宕下へ行って熊蔵の湯屋を訪ねたが、店は、もう客の忙しい刻限であったので、半七は裏口へ回ってそっと呼び出すと、熊蔵はキョロキョロしながら出てきた。親分、はいをござんしたね。急に思いついたことができたので、すぐに出てきた。これから田町へ案内してくれ。正午のうちですかえ、と、熊蔵は、いよいよその目を光らせた。親分、何か当たりがあるんですかえ。まあ、言ってみなけりゃわからねえ。熊蔵に案内させて、田町の鋳掛け屋へ出かけて行くと、隣は小さい下駄屋で、その店との境に一本の柳が茂って垂れているのも、思いなしかなんとなく寂しく見えた。35日が過ぎれば、所帯を畳むはずになっているので、店こそ開けてあるが、商売は休みで。小僧の継ぎ鉢が、ぼんやりと往来を眺めていた。おかみさんはいるかえ、と、熊蔵は聞いた。奥にいますよ、呼んできましょうか。呼んでくれ。手ぬぐいで着物の裾をはたきながら、二人が店先に腰を下ろすと、奥では針仕事でもしていたらしく、鈴のついたハサミを置く音がして、結び髪の若い女房が少しくやつれた青白い顔を出した。この親分は御用で来なすったのだから、そのつもりで返事をしねえじゃいけねえぜ。奥には熊蔵を知らなかった。もちろん、半七を知ろうはずはなかった。しかも、御用という声を聞いて、彼は神妙に店先にうずくまった。いたずら小僧らしい継ぎ鉢も、おとなしく小膝をついた。いや、別に難しい詮議をするんじゃねえ、と、半七は静かに言い出した。早速だが、おかみさん。あの朝、一番先に戸を叩いたのは、確かに平七の声だったな。はい。翔さん翔さんと呼んだだけでしたが、
確かに兵さんの声でございました、と、おくにはよどみなく答えた。二度目の声は、お前は聞かなかったんだね。つい眠ってしまいまして、と、おくには少し気まり悪そうに答えた。この次八が返事をいたしたのでございます。確かに親方の声だったか、と、半七は小僧を見返って聞いた。私も半分夢中でよくわからなかったんですが、どうも親方のようでしたと、次八は言った。三度目のは藤次郎だね。はい、この時には私が起きていたのでございますと、奥には答えた。藤次郎は外からおかみさんをおかみさんと呼んだのかえ。はい。ご亭主がいなくなってから、平七と藤次郎は大層親切に世話をしてくれるそうだね。お国は少し顔を赤くして黙っていた。こんなことを聞くのもなんだが、と半七は笑いながら言い出した。お前はどっちかの男のところへ再縁する気があるのかえ。いいえ、まだ35日も過ぎませんのですから。そんなことを考えたこともございませんと、お国は低い声で言った。それもそうだが、と言いかけて半七もにわかに声を低めた。おい、あの柳の陰に立っているのは藤次郎じゃねえか。お国は伸び上がって表を覗いたが、やがて無言でうなずいた。それと同時に、藤次郎は柳の陰からそっと立ち去ろうとしたので、半七は急に声をかけた。やい、藤次郎、待て。熊、早くあの野郎をしょっぴいてこい、逃がすな。熊蔵はすぐに店から飛び出して、藤次郎の腕をひっつかむと、彼は案外におとなしく引きずられてきた。半七は、しばらくその顔をじっと睨んでいたが、やがてまたにやりと笑った。藤次郎、貴様は運のいい奴だな。あは、とぼけた面をするな。兵士を身代わりにやって、てめえは涼しい顔をして済ましていちゃ、第一に天道様に済むね。伊豆屋の妻吉はどんな調べをしたか知らねえが、俺の吟味は、ちっと荒っぽいからそう思え、と、こう言って聞かせたら、大抵は胸に答えるはずだ。やろう、恐れ入ったか。それはどういうご詮議でございますかと、藤次郎は静かに答えた。平七の一件ならば、この間から二度も三度も番屋へ呼ばれまして、何もかも申し上げたのでございますが、伊豆屋は伊豆屋、俺は俺だ。三河町の半七は別に調べることがあるんだ。やい、藤次郎。貴様は3月21日の朝、なんでここのうちの戸を叩いた。大木戸で待ち合わせる約束をいたしましたので、そこへ行ってみますと、誰もまだ来ておりません。しばらく待っておりましたが、正五郎も平七も見えませんので、どうしたのかと思って念のために引っ返して参ったのでございます。その時に、ここのうちの戸は閉まっていたな。はい、閉まっているので叩きました。そうして、おかみさん、おかみさんと呼んだな。はい。それ見ろ、バカ野郎、と、半七は叱るように、頭に落ちず、語るに落ちるとは、そのことだぞ。なぜでございますと、藤次郎は不思議そうに相手の顔を見上げた。まだわからねえか、よく考えてみろ。約束の正五郎が見えねえというので、ここのうちに尋ねに来たんなら、なぜ正五郎の名を呼ばねえ。まず正五郎の名を呼んで、それで返事がなかったら、
女房の名を呼ぶのが当たり前だ。はじめからおかみさんをおかみさんと呼ぶ以上は、亭主のいねえのを周知にそういねえ。藤次郎の顔色は、にわかに変わった。彼は、どもりながら何か言おうとするのを、押さえつけるように半七はまた言った。亭主は、貴様が押し片付けてしまったのだから、ここのうちにいるはずがねえ。そこで貴様は女房を呼んだのだ。はは、これだから悪いことはできねえ。いや、まだ言って聞かせることがある。二度目にここのうちの戸を叩いたのは、貴様が冗談に正五郎の声色を使ったのだということだが、そりゃ嘘の皮で、やっぱり本物の正五郎が引っ返してきたに相違ねえ。いえ、それは、と、藤次郎も慌てて打ち消そうとした。まあ、黙って聞け。三人のうち正五郎が一番先に出て行って、その次に平七がここのうちへ誘いに来たのだ。いくら待っても誰も出てこねえので、正五郎は引っ返して尋ねに来たのだが、まだ薄っ暗いので、平七と途中で行き違いになったらしい。それがそもそも間違いのもとで、平七は待ちくたびれて茶店の吉津の中で寝込んでしまった。そこへ貴様が来たか、正五郎が来たか。何しろ二人が落ち合って。それから先は、俺よりも貴様の方がよく知っているはずだぞ。そうして、しらばっくれてここの家へ訪ねてきた。どうだ。俺の天眼鏡に曇りはあるね。来年から大道占いを始めるからひいきにしてくれ。そこで貴様もまさかに最初から正五郎を葬ってしまう気でもなかったろうが、目と鼻の間の吉津の中に平七が寝込んでいるとも知らねえで、その来るのを待っているうちに、場所は海端、あたりは暮らし、まだ人通りも少ねえので、ふっと悪い了見を起こしたのだろう。かわいそうなのは平七の野郎だ。あの女に亭主がなけりゃなんてつまらねえことを言ったのが引っかかりになって、伊豆屋の手に引き上げられたので、貴様はまた悪知恵を出した。正五郎が一旦引っ返してきたなんて言うと、その詮議がまた面倒になると思って、実は自分が正五郎の声色を使ったのだと、いい加減のデタラメを言って、なるべくこの一件の拉致を早く開けて、罪のねえ平七を人見悟空にあげてしまうつもりだったのだろう。あは、悪い奴だ。横着な奴だ。だが考えてみると、貴様も正直者かもしれねえ。一体そんなことは知らねえ顔をしていても済むことだ。生地に余計な小刀細工をするから、かえって貴様に疑いがかかるとは知らねえか。さあ、ありがたい和尚様がこれほどの長い引導を渡してやったのだから、もういい加減に往生しろ。どうだ。藤次郎はガマガエルのように店先の土に手をついたまま身動きもしなかった。その顔色は愛のように染め替えられて、額からは油汗が滲み出していた。素人だ。きっかけをつけてやらなけりゃ、口が開けねえ、と、半七は熊蔵を見返った。野郎、しっかりしろ。熊蔵はいきなり平手で藤次郎の横面を引っ張ったくと、彼は目が覚めたように叫んだ。恐れ入りました。彼が、縄付きでイカケ屋の店先から引っ立てられる頃には、四月の日もさすがに暮れかかって、薄暗い柳の陰からコウモリが飛び出しそうな時刻になっていた。これについて半七老人は私に話したことがある。
奉行所のしらすの調べもそうですが、私どもの調べでも、ぽつりぽつりと、静かに調べてゆくのは禁物です。静かに言っていると、相手がその間に、いろいろの言い抜けを考え出したりして、吟味が伸びていけません。はじめは静かに調べていて、さあという急所になってきたら、一気にベラベラとうまく仕掛けて、相手にちっとも息をつかせないようにしなければいけません。息をつかせたら、こっちが負けです。それですから、吟味よりきやおかっぴきは、口の重い人では務まりません。よりきは口だけだからまだいいが、おかっぴきは手も働かせなければならない。口も八丁、手も八丁とは、全くのことでしょう。ところで、相手がこの藤次郎なぞのように素人ならば、仕事はしやすいのですが、相手が場数を踏んでいる苦労と、今日の言葉で言う、常習犯のようなやつになると、向こうでもその呼吸を飲み込んでいるので、こっちの言葉は少したるむとすぐにその隙を見て、恐れながら恐れながらと打ち返してきて、何か言い訳らしいことを言う。それをいちいち言わせると、吟味が長引くばかりでなく、しまいには変な横道の方へ引きずり込まれて、ひどく面倒なことになってしまう恐れがありますから、相手が何と言おうとも、一切構わずに、かぶせかけてこっちの言うだけのことをまっすぐに言ってしまわなければならない。その呼吸がなかなか難しいもので、年の若い不慣れの同心などが番屋で罪人を調べるとき、相手が玄人だとあべこべに言いまかされてそばで見ていてハラハラすることがあります。それから、罪人の横面を殴ったりする。今から見れば乱暴かもしれませんが、玄人は度胸が据わっているから、いよいよいけないと思えば、素直に恐れ入りますが、素人にはそれがなかなかできない。いえ、強情で言わないのではない。言うことができないのです。それも、軽い罪ならば格別、一つ間違えば、自分の首が飛ぶというような重罪が発覚したかと思うと、大抵の素人は、ぼーっとなってしまって、早く言えば、酒に酔ったようになって、何にも言えなくなってしまうのです。と言って、いつまでも黙らせておいては、らちが飽きませんから、そういう時には、着付けの水を飲ませてやるか、さもなければ、横っ面をひっぱたいてやるのです。そうすると、はっと目が覚めたようになって、初めて、恐れ入るというわけです。たとえ悪いことをしても、昔の人間は、皆正直だから、調べる方でも、こんなことをしたのですが、今の人間は度胸がいいから、こんな世話を焼かせるものもありますまいよ。